こんばんは、作曲家の和田孝美でございます。私の本職がですね、映像音楽の作曲家なんですけれども、まあ本職といっても、まあ、いろんな仕事やってる中で、まあ、割合が多い、収入源として多いのが映像音楽というだけであって、まあ、アーティストのサポートで制作やったりとか、まあ、いろんなことやってるんですけれども、まあ、一応経験としては結構長いので、ちょっとこの映像音楽とか劇伴音楽を志す方のためにちょっと私の経験談をお話ししようかなと思っております。でですね、まあ、今日お話しすることはですね、劇伴音楽作曲家を志すのであればやっておくべきことということなんですけれども、まあ、たくさんの作品を見るっていうのは、まあ、当然というか大前提になってくると思うんですよね。なのでこれはまあ言うまでもないと思うんですが、例えば劇伴音楽でもいろんなジャンルがあると思います。映画だったりアニメだったりテレビ番組だったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、その何でもいいんですけど、その中でこういう音楽がいいなとか、こういう音楽の付け方がいいなとか、そのなんでそれが好きなのかっていうことをまず知ることなんですよね。自分が好きなものを見つけるっていうのはすごい大事なことで、これはどんな音楽をやってても一緒だと思うんですけれども、やっぱりこの自分が好きだなって思うものがその人の個性になっていくので、なんで好きなのかっていう自分の分析は絶対やるべきだと思います。まあそんなつまんないことを言うために今この動画を撮ってるんじゃなくて、私は YouTube とかでこういった番組的なものを作ったりとか、ミュージックビデオを作ったりとか、動画の編集をするんですよね。でこれやっててすごく思うんですよ。 BGM をつけたりするときに、この音楽入れるタイミングだとか切り替わるタイミングだったりとか、選曲ですね、でこの選曲のセンス、これが非常に大事だなと思ってて、普段はオーダーされて作る側なんですけれども、これの時は自分がこういう音楽があったらいいのになっていうことを考えながら、音楽を選曲したり、つけてるわけで、この経験がすごい大事だと思うんですよ。なので何でもいいので映像に音楽をつけてみるっていうこと、例えば擬似的な番組とかでもいいですよ、こう YouTube をやるでもいいですけど、それで音楽をつけてみるっていうことを絶対やった方がいいと思うんですよね。でやればわかるんですけど、音楽うるさいなっていうのとかあるんですよ。淡々としててほしいんだけど、でもつまんない音楽じゃない方がいいとか、こういう展開されるとめんどくさいなみたいな、編集しないとなとかっていうのがあるんですよね。でこういうのが分かってくるので、編集のしやすさとか、まあ、そこまで気にしなくてもいいと思うんですけど、オーダーする側の気持ちになって作曲できるようになると、またより一層ですね、音楽の役割というのが果たせるようになってくるので、これはすごい大事だなと思いますね。自分が作曲家じゃなくて選曲する側になってみると、本当になんか気の利いた曲がなかなかないなとか思っちゃうんですよね。で結局使いやすい音楽ばっか使っちゃうとかってなるので、ああなるほど、こういうことなのかって本当に思いますね。でそういったところで見ると、テレビとか見てても、うわこの選曲はすごくいいなとか、選曲家のセンスっていうものがよくわかるようになってきますよね。インプットする段階でもこのセンスがより磨けるようになってくるというか、それをやらないと何も考えずに見ちゃうじゃないですか。ぼーっと見ちゃうんで、やっぱりこの経験してることによって、そのインプットがより質の高いものになってくるっていうのがあるので、絶対動画編集とか選曲っていうのはやった方がいいです。何かに音楽をつけるっていうのをやってみた方がいいですね。それが分かった上でいろんな人の話を聞くと、よりこのやっぱりもう吸収力が違うというか、納得できるというか、じゃないかなと思うんですけどね。というわけで今日は本当に小話なんですけれども、こういった、まあ、何かの役に立つんじゃないかなと思いまして、今ここにメモを残しました。なんかもしその劇伴音楽のお仕事、どうやったらそのお仕事を取れるんですかとか、そういったコメントとかをですね、こう書いていただければ、答えられるものは答えるし、答えられないものは答えないられないんですけど、まあ、ほとんどの場合が答えられないことが多いんですけどね。はい、ぜひいろいろコメント欄に書いていただければ、それをもとに動画をちょっと作ったりしたいなと思っております。それでは今日もご視聴ありがとうございました。